普段あまり意識することはないけれど、身の回りを見てみると鉄はたくさんのものに使われている。大きなものから小さなもの、高温から超低温、長く使うものまで、あれも鉄、これも鉄。実は地球上で使用されている金属製品の 90% 以上が鉄でできているんだ。それだけいっぱい使ってなくならないのって思うかもしれないけど、鉄はなんと地球の重さの3分の1を占めるほど自然界にたくさんある。地球は水の惑星というけど、鉄の惑星でもあるんだよ。地球がなくならない限り鉄がなくなることはない。もう一つ、鉄はリサイクルのチャンピオンだから、何度でも再利用できるんだ。使い終わったら埋め立てられたり燃やされたりする素材が多いけど、鉄は捨てられることはない。磁石にくっつくから他の素材に混じっていても鉄だけちゃんと回収され、昔からずっと知らないところでしっかりリサイクルされているんだ。硬くてなんだか頑固そうなイメージだけど、実は何度でも何にでも生まれ変われる柔軟な素材。昔は世界を旅する船だった鉄が、今は君のお家の車になっているかもしれないよ。けれど最近は車を作るとき、鉄より軽いアルミニウムや炭素繊維が使われることも増えている。それは車を軽くすると少ない燃料で長く走ることができるから、環境にも優しいってことで、こうした車に乗る人も増えているんだ。でもちょっと考えてほしい。それって本当に環境に優しいのかな。素材を作るとき、使い終わった後のことまで考えるとどうなんだろう。例えば作るときたくさん電力を使うアルミニウムや、超高温で熱処理する炭素繊維に比べて鉄はとっても省エネ。特に日本の鉄は世界最高水準のエネルギー効率で作られているんだ。しかもペットボトルの水より安く作れるから、車の価格を抑えられるというメリットも。使い終わった後はどうだろう。アルミニウムはリサイクルできるけど、不純物をほとんど取り除けないから、鉄のようにガサッと集めて何度でも何にでも再利用するなんてことはできない。炭素繊維は回収も再処理も難しく、燃やすこともできない。今世界で年間1億台近くの車が作られているけど、例えばそれがリサイクルできない素材でできていたら、ゴミの山だらけになっちゃうよね。じゃあ鉄の場合は、こんな風に生まれ変われる鉄は、作る、使う、使い終わるという全体のサイクルで見れば、実は他の素材より環境に優しいんだ。その上、電気自動車などのエコカーがどんどん開発されていて、使う時の環境への負担はどんどん小さくなり、差がなくなっていく。だからこそ、作る時、使い終わった後のことまで考えることがより大切になっていく。こうした考え方をライフサイクルアセスメントって言うんだ。難しい言葉だけど、環境に優しいものづくりを行うため、この考え方は世界に広がっているんだよ。それに新しい鉄もどんどん開発されている。ハイテンという鉄は従来のものより軽くて強く、年々車への使用が増えている。しかも人はまだ鉄の持つ強度の約1割しか引き出せていないとも言われ、
今より10倍強い鉄が作れるようになれば10分の1の軽さにできるかもしれない。4000年以上前から人と鉄の歴史は続いている。初めは道具に使われていた鉄が君のひいおじいさんが乗っていた SL に代わり、おばあさんの家で使っていたフライパンになり、今君が使っている楽器になっているのかも。そして君の子供のそのまた子供が暮らす未来には宇宙船に生まれ変わっているなんてこともあるかもしれないね。作る、使う、使い終わる、そしてまた作る。鉄は何度でも何にでも生まれ変われるんだ。想像してごらん、100年後の未来を。考えてごらん、使っている時だけじゃなくその先の先のことまでも。鉄の可能性はきっとまだまだ膨らんでいく。君の選択が環境に優しい未来につながっていくんだ。